全世界が新型コロナウイルス感染症の拡散を防ぐために封鎖政策とソーシャルディスタンスを実施していることで、韓国では4月の輸出に大きなダメージが予想されている。3月の輸出は新型コロナ拡散が本格化する前に契約された物量などによってマイナス0.2%となり比較的前線したが、 4月の輸出は2桁の減少まで覚悟しなければならない状況である。今日韓国関税庁と産業通商資源部によると、今月の1日から20日の輸出は217億2900万ドルで昨年同期間対比に16.9%急減した。今月の20日以降でも新型コロナの影響はむしろ大きくなっている状況で、 昨年4月に年内最大の輸出を記録したことによる逆規定効果で今月全体の輸出は最大に桁の減少率が避けられないというのが関係当局の見方である。韓国産業通商資源部によると、15大輸出品目のうち5品目は3月に増加となることで全体的にも前線した結果となった。 しかしそれら5品目のうち4月は自動車と自動車部品、無線通信機器の輸出がマイナスに減少している。幸いにもコンピュータとバイオヘルス品目は15大主力品目の中でもただ重視付きもプラスとなっている。新型コロナによりオンライン教育、テレビ会議などの非対面ライフスタイルが広がり PC データ貯蔵装置の需要が増え、 須藤を含むコンピュータ品目の輸出が増えている。また軽貿易である韓国のバイオヘルス品目も全世界からのラブコールが殺到し、診断キットの輸出も好調で増加し続けている。